いてある今日のばあちゃん漬けたやつあれしいよ。食べたばあちゃん。食べた。あれまろやかでな、ほな甘みがないしな。レモンやって。ばあちゃんブルーベリー漬けおったいのいつもよ。うん。なんかブルーベリーと両方こうして食べたいね。あれと。別々に挟ん、横っちゃい挟むなにして。どっちか、どうしよう。無理なんだけど。布するで、布。うん、あ、待てよ、ちっちゃい布があるじゃん。持っていってあげる。ハンカチ。ちっちゃいハンカチ、こんな。マヒナ用よ、これ。これ、こんなちっちゃいのがある。マヒナ用、それ。うん、これ。え、それ、四国放送のやつや。知らん。え、なんかね。あ、行くじゃん。ありがとう。これ入れも、これ何入れといたらいいの？これ、ええじゃん。チャック付き。上。確かに逆にこれ入れとった方がいいかも。うん、くない？いける？なんかね滑れへんだろ、流行ったら。後ろ重たいもんなんぞ置いたら。いける？うん、いける。いけたら。なんか重たいもん、うん、ないな。こんにちは。なんかさ、ぐん、おばあちゃんが映る。いや、ごめん。いいよ。そこ以上はだって顔いかんよ。なんかね、カメラはこっちないよね。だってやばい。どうせだったらこれ映し、はい、ギリギリ。ヤルさんの件については今日は話しません。先言っとくね。うん、うん、今日はばあちゃんといるから。これすごいでしょ。ばあちゃん、このポスターどうしたんだっけ？誰がくれたんだっけ？お父さんね。ああ、分かった。お父さんの赤ちゃん救出人。お父さんの知り合いの人ね、がくれたんだって。ばあちゃん家にこれデカビゲタがあって飲んでる。あ、見て、総選挙のやつある。怖っ。遅くね？顔。それもし絶対いらんよ。これも一番初めの撮影レベルのやつだから。スイカありがとうね。
嬉しい。私なんか7月からイベントするはずなんだよね。ありがとう。ルーチスイカマジッポありがとう。ルーチシルベさんスイカジュース。クッションもはや知らない人あれだ。あのね、総選挙があってその時のグッズめっちゃもう初期だもんだって。これ始まる前にお母さんお父さんじゃないばあちゃんにあれ見せてたんよ。 DMM もう昨日やばくて咳がもう病院行くことを決意した普通に。なんか長薬とかさ、ほんと風邪の引き始めみたいな、風邪じゃないのに風邪の引き始めに飲む薬みたいなのをずっと飲んだって。そう飲んだの治んないから。普通にもう多分何日ぐらい続いてんのこれ。うん、なんかもう1週間以上もう続いてんのよ多分。うん、2週間ぐらい。うん、話と違うぞってなって、薬と。もう行こうかなと思って、もう仕事もさお仕事たくさんあるし、うん、なんかあまりにも咳が出すぎて、逆に体しんどくないのに咳がこんなに出るの意味わからすぎて。ねえばあちゃん、咳めっちゃ出るよ。そうなんやな。しかもなんかその喋ってる時に咳を我慢、もう咳出そうだけどみたいな。昨日もラジオの収録とかもしたんですけど、なんかもうその咳するの我慢したらめっちゃブスな顔になるのが分かるよ。なんかあ今絶対ブスな顔してるみたいなのがあるから、そう。でも不思議なのはさ、ありがとうばあちゃん、こうやって折りたたむの好きよね。そう、しかもなんかそのもう寝る前とかめっちゃ咳出るじゃんか。でもうこんだけ咳いたらもう喉やばいわと思って、次の日とか声出るかなって思うよ。でも出るんよ声は。謎なんだよな普通に。だから風邪とかじゃないよねやっぱり。
まあ、配信は43までする、微妙で45に読みますね。今日夜コラボ配信があるんですよね、リレー配信みたいながあるので、まあどっちにしろもう一回配信するので、はい、リコチと、ぼちぼちバイトに行く時間、程よく頑張ろう。そのガチでね、もう 100% で頑張る必要ないからね。暑いから無理しないように。リコチとマシュン、嘘、結構絡んでると思うけど。はい、じゃあ朝ごはん、お昼ごはんか。なんか私お土産でね、ばあちゃんになんか瀬戸内レモンカードってやつをなんか買ってきたよ、持ってきた、あのジャムのやつ持ってきた。おはにちはの時間、そう、おはにちは、マジこれさ、ジョーンでもいけるらしいよ。入れといてって書いてある。嘘、直射日光を避け常温保存って書いてるよ。常温って書いてある、うん、目が見えない段階な冷凍保存って常温が冷凍に見えた、うん、あーでも開封後は冷蔵じゃん。そうだろ、うん、これん、尾道瀬戸田レモンカードってやつを買ってきたんですよ。これなんか尾道で作られたやつみたいな、オーガニック栽培みたいなだけど、なんか無塩バター、徳島県産の和三盆、これ知らなかった、徳島県の和三盆などを使用、すっきり爽やかなレモンの酸味とバターのコクはパンやビスケット、アイスクリームもぴったりって書いてたよ。だからあばあちゃんパン毎日食べるからさ、これあげようと思ってこれ買ってきて、いただきます。うん、あ、本当だね、レモンだ、レモンだね、ばあちゃん。でも確かに全然甘くない、そんなに、ほんのりやな、なんかジャムっていうよりはなんか本当に、うーん、食感は、食感、舌触りはバターみたいな感じ、バターを溶かした感じの食感だけど、全然バターも無塩バターっていう感じだし、レモンのバター版みたいな。なんかジャムと何かの間とかね。おいしい。これ広島駅で買いました。タナバタありがとう。こんにちは、タナバタ。キグヤさん。クミトラ。キリン。キリンって呼んでいい？キリンありがとう。
もうシャワー浴びてさ、みんなもう髪乾かしてばあちゃんの化粧水塗って、でも配信って慣れちゃうからさ、すっぴんとか気軽にさ晒しすぎちゃうね。絶対後で後悔するよ。YouTube とかに上がらなかったらいいの？すぐ上がるからな。そうよね、すごいよなあれ。うん、ばあちゃんスイカくれたよ。パーン、これ売り物じゃないよ、ばあちゃんのスイカ。顔が認識されないんだけど、なに？さくらんぼ？それ誰がくれたん？誰がくれたん？そればあちゃんが聞いたらもう全部名前言うから。最近とろけますね。伊藤くん久々やばいでしょ関東普通に徳島めっちゃ暑い。なんか数字的に言うと32とかで、まだなんかあんまり変わらん感じするけど、もうやばいよ熱風。全然体感的には広島より断然暑いあれ？ブルーベリー入ってるこっち。道白上さんありがとう。今年まだ、私もまだ今年これが初もね。ありがとう徳人さん。リーカナイのバイヤー、なそれさ通じる人いないから、私ぐらいしかいないよ。かなりやばいってことでしょ。5年の付き合いでやっとわかるからねそれ。食べ物トントン？何？どうしてる？どこ？こう？こう？と？こう？ありがとうねばあちゃん。でかいねこれ。やっぱさ。ばあちゃんちって落ち着くね。落ち着き方半端ない。で別にさ使うものとかもさ別になんかまあ言ったら家とかの方が揃ってるわけじゃん。なのに落ち着くよね。今日ほんとばあちゃんも朝から
畑行こうと思ってたんだけど、マリナが来たから今日はもう家におるかって言っておる。でバイトの時には昼ご飯一緒に食べに行こうと思ってたらしいんやけど、私は今日もお仕事なので、うん、そうお仕事だよって言ったらすごいショッキングを受けてました。なんでうどんのつゆやったらこうか、なんかあるかも、なんか粉落ちるやんパンって。災害級とは何ですか？暑さの災害？暑さか。もう暑くて地割れとかしてくるんじゃない？うん。電気つけちゃうって、これは大きめの俺の飯だからね、みんな。ここの余白やばっ。変な感じ、こっちずっと見てる、こう見たら目が、水道管かなあ、頑張ってなって、頑張ってね、逆に今日です、今日もねでもマジで難しくて知識が疎すぎる、うん、でも分かんなかったね、結局それをどう良くするかっていうのが見つかってなすぎて、大体のことはさ別にその場で考えてさ言えるんだけど、なんかむずいね、すごい。そう、なんか台本とかもなくて、全くなんか高校生の目線になって一緒にこう考えて発言してくれたらいいですって言うんだけど、
むずいんよね。うん。うん。どうしたらいいんだろうな。高校生の店、まあでも、まあ、高校生みたいなもんじゃん、まだ頭的には。それはいけるんだけど、なんか本当に意味わかんないこと言ってもさ、意味わかんないことを言う立場の人はもう高校生っていういるから、一応なんかわかんないけど、なんかわかんないなりにこう沿った質問をしなきゃいけないじゃん。でもそれがもはやわかんないんだよね。私も多分その普通の高校生ではないから、そのなんか高校生の能力っていうか頭のなんかあれはあるけど、うん、まず私は人となんかちょっとずれてるからさ、感性っていうかさ、なんか普通の高校生が思うなんか謎みたいな部分じゃなくて、私は多分違う部分に謎がこうなるから、それを言ったらさ、余計なおさらもちんぷんかんぷんだけど、そうそう、マジでむずくて、かといってそんなさ、パッてなんか見てパッて知識が入るものもないし、もうこればかりはもう経験不足やなと思った。うん、せっか食べよう、お腹いっぱいになっちゃった。結構そうなんよねしかもその高松奈々さんそう、矢野さんっていう、いやー、ガリベンズ矢野さん、あ、選挙ガリベンズ矢野さんと、そのここにお邪魔してるんですけど、そうしてんだけど、通るならちょっと言ってほしい、先に通りますって。そうだから、初めましてのさ方にさフォローさせるわけにもいかないし、うん、塩振った、うん、塩って振った方がいい、スイカって、うん、甘みが出るっすよ。しょっぱくなるやん。ほうや、しょっぱい。ほら、振りすぎたんか。うん。ばあちゃんのスイカは多分そのままの方が美味しい。そうじゃ、うん。でも甘い。ごめん。うん、甘い、美味しい。なんてちょうど恥ずかないの。うん。鶏が食べてる。もったいないね、ばあちゃんのスイカ。鶏が出ないんじゃ、避けたの。全然違う。私塩味のマジ意味わからん。なんかトマトに振るのはまだわかるんよ、スイカに振るのが、なんか多分普通のお店とかのやつやったら振るかもしれんけど、ばあちゃんのスイカは普通にそんなんかけんのも甘いからもったいない感じがする。なんか、うん、スイカ見たらカノン思い出すんよな。カノンがマジで永遠食べてたもん、スイカ。うん、もうずっとスイカ食べてた。塩聞いた方がばあちゃん、こっちも聞いた。うんうん、いい、うん、食べれた。お腹いっぱいなのにさ、スイカって食べれるよな。うん、これ近くに住んでるふんふんさんがくれたらしい。うん、おいしい。
うん、ふんよ。マジ美味しい。あ、いける。なんかさくらんぼってさ、ベロ赤くなりそうじゃない？そう、食べた。今日も暑いから結ぶか。ちょっとメイクしよっかな。どうしようか。ごちそうさまでした。美味しかったです。ばあちゃん、シャンプーあれ何？ん？種類いいちゃんだって。スタキュンで出てくるいとこのいいちゃんが買って聞こえたん。でも割と市販のやつやけどめっちゃいい。ほんと久しぶりにやっぱ使ったらいいんだろうな。入れ物がなんか椿とパンテンがあったんやけど、でも中身は違うと思う。パンテンだったら分かるんやな、匂いで。こんにちは。もう一泊したわ。やっぱなんかさ、なんだろうな、今日とかもさ仕事じゃん。だけどなんかここのなんかばあちゃん家におったらすごいオフって感じがするよね。仕事なのに今日も。うん。オフって感じがする。なんでやろ。うん。なんかそのあれ私って STU なのってなる。なんかわかる。なんかあそこに映ってる私となんか違う感じがする。すごい気持ち的になんかな、不思議な感じだもん。ってこの後またああやって衣装着てみんなの前に立つっていうのが、不思議だな。マサさんありがとうございます。ばあちゃんこっちもさ歯磨きしたい。ばあちゃん歯磨きしたい。私何回歯磨きしたい。歯磨きしたい。でも歯ブラシあるんよ。歯磨きここ行くや。いや私歯ブラシ持っとる。あ持っとる歯ブラシ持ったん。うん、これもう終わった。これ終わった。食べた。うん、もうね全部食べられへんかった。いやいや終わったって配信終わった。まだんないいよ喋って。
うん。いける。新しいのおろすのもったいないからね。よいしょ。今日は事故りそうな確率あるから私。いつも慣れてない場所で配信してんのと、ズボン履いてない。ちょっと油断したら事故る女になる。ズボン持ってくん忘れたよな。そうでも私事故らん女で有名やから。歯磨き粉前にかぶってしまった。これ歯磨き粉、はい、コンビニで買った。これが一番いい。なんかさばるんよな他のやつ。見えるこれ、これごちそうさまでした。あ、44分になってしまった。うん、これはやべえ。あ、あれしたいなった。ホワイトニングしようと思った。あ、はい、ここ。
危ない、私パンツそのまま釣りよった。徳島って置き配できんだね。誰か来た。は。誰か来た。なんかいつも私置き配するんやけど。ばあちゃん家だからさ、置き配とかあるんかなと思ってって聞いたんよね。ちょっと普通に行けた、すごいね。てか今驚いた。なんか昔ね、ばあちゃんとこなんか下インターホン壊れとったんよ。壊れとったんよ。なのにあの顔が見えるようになってる。安心じゃん。ばあちゃんあれつけたん。うーん、よかったね。安心じゃ。うん、よし、うん、そう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 、カメラ付きのやつ。なんかメガネがちょっと曇ってたもんそのとこまでちゃんとくっきりつってた結構性能いいやつ。よし、今日も頑張ります絶対明日病院行く、決めた。このね、これめっちゃいい。あとね、一袋しかない。あと一袋しかない。また買わんといけん。よし、頑張る。今日も頑張るぞ。みんなに一つ考えてほしいことがある。あの45歳主婦の人がもし選挙反対派だった時の意見むずそれ考えてそう、どんなんよねみたいな感じ。ゲームがあって、何歳何をしているみたいな設定があるんよ。それのなんか討論するんだけど、それのでも何が当たるか分かんないのよ。で昨日45歳主婦が当たったので、選挙反対派だって、えみたいな、6つと思ってだって80歳社長とかもおるんよ。だからいや、まあ人生、私はもう45年も生きてるから人生経験的に選挙は絶対反対とか言えたらいいなと思ったけど、その言う相手が80歳だったからさ、80歳の方がまあ人生経験長いしなと思って言えれんし、反対派の方に持っていく意見がなくてそうそう、全然出てこなくて、難しいこれはって言っちゃったもん私、思わず。ちょっとなんかいい案があったら教えてください。何があったのか分かんないけど、ももさんありがとうね。それか、はい、それじゃあこの辺で配信は終わりたいと思います。おばあちゃん家だったんで、ちょっとでもなんか会話が聞けたらいいなと思って配信しました。今日もお仕事頑張ります。さっきツイートしたのでよかったら反応してください。はい、ん
大津ピンチさんありがとう。そう今ねあのイベント参加してるので今日もあの夜イベントじゃないコラボ配信があるんですけど10時からよかったら見に来てください。先が早くなると私の無事を祈っといて。はい、それでは終わりたいと思います。ランキング見ます。13位はキリン、12位はエレメンツさんこっちだった。11位はイグネコ、10位はスーさん、9位はオーツーピンチさん、8位はブン、7位は青キジ、6位はツナさん、5位は TMFM さん、4位は道しるべさん、3位は徳とまるさん、2位は森翔。そして本日の第1位はブルル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 お昼ご飯しっかり食べて水分補給とって今日も一緒に頑張りましょう。よし頑張ります。ありがとうございました。またねメール送ります。ファイティング。